はい、皆さんこんにちは。今回は Xiaomi Mi 10T Lite 5G、 こちらの昼間の撮影テストをしましたので紹介します。まずは手ブレ補正を確認するために歩き動画を撮影してみました。まず最初に 4K30fps の歩き動画になります。画面を見る限り補正が効いてるとは思えません。こちらが実際の撮影になります。やはり手ブレ補正は効いていません。それではカメラの設定画面、こちらを確認していきます。設定画面の方を開いて確認してみますと、手ブレ補正の欄、こちらが消えていますので 4K 動画は手ブレ補正が効かないことが分かりました。次に 1080p30fps で撮影をしてみます。こちらの方はスマホの画面を見る限り補正が効いているようです。撮影データの方はこのように手ブレ補正が効いている状態で撮影ができています。ではこちらの方も設定画面の方を確認していきます。 1080p30fps、 こちらですと手ブレ補正の欄が浮き出ていますので、はい、手ブレ補正の方が効いている状態になっています。では 1080p の 60fps、 こちらではどうなるかというと、やはりこちらの方も手ブレ補正が消えていますので 60fps は使いません。この結果からすぐに感じたことがあります。これはディスプレイサイズ、パンチホール、ボタン類の配置、 SIM カードスロットルの配置も含めて、これってRedmi Note 9S、 こちらの CPU とセンサーおよび背面パネルを交換しただけで、ソフト関係は全て同じではないかと感じてしまいました。まだ歩き動画だけの撮影ですので、この後も静止画と動画を撮影して確認をしていきます。それでは玄関口にある紅葉、こちらが綺麗にまだ残っていましたので、こちらで静止画等を撮影していきたいと思います。スマホの撮影シーン、こちらを撮影しているのが DJI ポケット2の画面になります。そしてスマホの画面を見ていただいたら分かる通り、かなり白っぽい写りとなっています。 AI 補正の方は紅葉のマークがついていますが、色合いが全然違ってきます。たまたま液晶画面、こちらがこういう色合いになるのか、それとも AI 補正でこのように色合いになっているのか、いろいろと考えながら撮影をしています。困ったのでプロモードにしてホワイトバランスを曇りに設定をして撮ることにしました。プロモードでもホワイトバランスを自動ではなく曇りにすることによって、やっと合う色合いが出てきました。それでは撮影した結果をご覧ください。AI 撮影とプロ撮影並べて見てみましょう。結果はこのようになります。ホワイトバランスの違いもありますが、 AI 撮影にすると明らかに明るく撮影する形になります。 AI 撮影のオンオフ、こちらを確認するために撮影したのがこちらのスクリーンレコーダーになります。現在は AI がオフの状態になっています。それでは AI をオンにしていきます。ご覧のように AI をオンにして花と認識した途端、急に明るい表現となってしまいます。こちらの落ち葉の楓も AI が花と認識すると急に明るい表現となってしまいます。この日の撮影は曇り空の撮影となっています。こちらの円形の紅葉を撮影したシーンですが、このシーンでは AI が紅葉と判断した時、オレンジが鮮やかに表現されました。このように空を含めた曇り空、この時に撮影する分には AI が綺麗に働いていると思いました。次はビデオ撮影で AI 撮影とプロモードのホワイトバランス曇りでの撮影の比較になります。標準ビデオの方も写真と同じく明るい表現となっています。
ここまで来ると室内撮り、こちらを撮影しても外と同じ結果になると思いますが、比較をしましたのでご覧ください。ウルトラワイドカメラの撮影に関してはメインカメラと同じ色合い、明るさの撮影となっています。今回の天候は曇り、紅葉を含めた室内撮りという条件ですが、 CPU をスナップドラゴン 750G 搭載の最新の機種ということもあり、同じ IMX68 に搭載のミニノート10ライト、こちらに比べて AI 撮影がある程度改善されていると思っていましたが、少し残念な結果となりました。今後は晴れの日の撮影や明るく撮れるということですと、今度夜間撮影に期待が持てます。引き続きテスト動画を上げていきますのでご覧いただければと思います。今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。